息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込んで胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそを内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込んでいきます。胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐いていきます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みましょう。胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。腹式から胸式呼吸に変わってます。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸を大きく広げると心も大きく広がっていきます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びていきます。鼻から細く長く吐きます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道、スジュムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなってきます。どうでしょうか。完全呼吸を行った後、体少し温かくなったり、何か変化が起こっているかと思います。感じていきましょう。それでは腹式呼吸に戻ります。大きく息を吸ってお腹をぐーっと膨らませます。鼻から細く長く吐いて、おへそを内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。ご自分のリズムでゆったり呼吸を繰り返します。1分間だけ瞑想していきます。瞑想初めての方、不慣れな方、いろんな考え浮かぶかと思います。浮かんできても大丈夫。頭の隅に置きます。そしてご自分の数拍に意識を向けてみましょう。それではチムドラほどいて胸元で合掌します。吸う息でゆっくりとまぶたを開けます。それではね、体をしっかりと動かしていきましょう。今日も元気でヨガを楽しんでいきましょう。ヨガ講師加古です。よろしくお願いします。はい、ね、たった1分でも本来でしたら、まあね、15分とか20分とか瞑想していただきたいんですけど、忙しい時間の中でレッスンの前後1分ね、私は瞑想を取り入れています。それでも毎日行っていくと心静かに、ね、瞑想ができるようになっていきます。私は8年前にインドに行って1ヶ月ヨガの修行してきました。インドの、その私が
ニッターアシュラムでは朝6時から7時半まで呼吸法と瞑想を毎日90分行っていました。帰国してからもこの8年間瞑想と呼吸法は毎日続けています。そのおかげで風邪もひかず病気もしない体を保っています。さあ、それではね、カバラバディという交感神経を優位にする呼吸法30回3セットを行います。腹式呼吸ですが、吐くときにお腹を引きます。おへそをぐっと内臓の奥に引くようにします。腹横筋という胃や腸の上についている深層筋をしっかりと使っていきます。なので少しね、ちょっとお腹周り痛いなと感じたら休んでいただいて大丈夫です。ですが続けていくうちね、30回3セット楽にできるようになりますので、ご一緒にできる範囲でやっていきましょう。交感神経を優位にするので体がすっきりします。チムドラ作ります。はい、背筋をしっかり伸ばしましょう。まぶたを閉じて意識は眉間に持っていきます。それではまずは深呼吸からいきます。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐーっと引き込みます。吐き切ります。吐き切ったらその薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。息を止めましょう。次の吐く息から始めます。はじめ、吐いて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 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、やめて。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みましょう。吐き切ります。その薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みましょう。息を止めます。次の吐く息から始めます。はじめ、吐いて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 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、やめて。鼻から大きく息を吸います。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。お腹を薄くします。吐き切ったら薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込んで息を止めます。次の吐く息から始めます。はじめ、吐いて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 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、やめて。鼻から大きく息を吸って吐きます。自分ドラもほどきます。カパラバディを行った後のご自分の心と体の変化を感じましょう。吸う息でまぶたを上げます。どうでしょうか。体の中が暖かくなってませんか。手のひらもポカポカしているかと思います。体を活性化させる呼吸法なので、朝起きた時だるいなとかやる気が出ないなという時やってください。ですが注意点が一つあります。夕方6時以降は決してやらないでください。なぜかというと、自律神経が人間の体で自然に動いていて体を、ね、左右しています。で、朝目が覚めるのは交感神経に副交感神経から自律神交感神経に自律神経が自然にスイッチしています。ですが夕方になると夜ね、刺激を与えない限り暗くなってきて、まあ、子供なんかは、私も子育てしてきましたけど、思い切り遊ぶともう夕ご飯の時に、ね、居眠りしてるんですね。そんなことがありました。自律神経が整っててパソコンやテレビやスマホの影響が、ね、出ないと夕方夜自然に眠くなります。それは自律神経が交感神経から副交感神経にスイッチしてるからです。ですので副交感神経せっかく自然にスイッチしてるのに、このカプラバディをすると副
副交感神経に変わっているのをまた交感神経に戻してしまいますので、夜眠りにくくなりますから、夕方以降はしないでください。はい、次にこれも体を浄化する呼吸法の一つ、カパラバディもそうですね、アヌローマビローマ片鼻呼吸というのをやっていきます。こちらは副交感神経を優位にする呼吸法なので、何時にやっても大丈夫です。それでは左の手チュブドラ、皆さんとは逆になります。右の手人差し指中指折り曲げて、右の小腹に親指です。薬指左側から息を吸っていきます。薬指外しておきましょう。やはり意識は眉間、まぶた閉じる方は閉じましょう。左から4呼吸息を吸い続けます。薬指を閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外します。右から8個間細く長く吐きます。右から4個間息を吸います。親指を閉じます。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。薬指外します。左から8個間細く長く吐きます。はい、これで1セットです。2セット目いきます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じます。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。親指外します。右から8個間細く長く吐き続けます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。薬指外します。左から8個間細く長く吐きます。2セット目終わりました。3セット目いきます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。親指外します。右から8個間細く長く吐きます。右から4個間息を吸います。親指を閉じましょう。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。薬指外します。左から8個間細く長く吐きます。吐き切ったら右の手を外します。チュブドラもほどいて楽に手を、ね、膝の上に置きます。大きく息を吸って吐いていきます。吸う息でまぶた開けます。どうでしょうか。アヌローマビローマを行った後、肌の通りが良くなっているのではないでしょうか。風邪の季節ね、肌鼻が詰まった時もやってみてください。肌の通りが良くなります。また花粉症やアレルギー解消にも効果がある呼吸法と言われています。私のスタジオ、かこやまスタジオも、今年で8年目を迎えます。丸7年経ちまして8年目を迎えていきますが、丸3年通って花粉症が治った方が何人かいます。ですので今日1回やったからって花粉症アレルギー治りません。ですが毎日続けてみてください。気がついたらね、良くなっているということがあるかと思います。はい、それではね、首周り、肩周りをほぐしてから太陽礼拝を行ってまいりましょう。はい、まずは息を吸って座ったまま上向き礼拝のポーズ。背骨をぐーっと引き上げて指先天井を見ていきます。息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。肩甲骨、広背筋動かしますから、これだけでも肩こり解消に効果があるポーズ、毎日行ってくださいね。
指先天井で背骨をぐーっと引き上げます。息を吐きながら、はい、左の手頭の上、皆さんの鏡になってますから私と同じ方向で動いて大丈夫です。左の手は体の横に置きます。吐きながら頭を倒します。首の凝りをほどきます。頭の重さは約5キロ、体重の5分の1、あ、10分の1と言われてます。50キロの方なら5キロ。スーパーで米袋を持っていただくと、5キロの米袋、結構重たいですよね。その重たい頭を首周り、肩周りの筋肉で支えてますから、肩こり、首こり、当たり前でしょうね。なのでほぐしていきます。はい、吸う息で体戻します。はい、後頭部、右後頭部に手を置き換えて、吐きながらおでこと膝を引き寄せます。左の膝の方に頭引き寄せます。このまま3呼吸キープ、大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。吸う息でゆっくり体を起こします。はい、もう一度両手体側に戻したら息を吸いながら上がります。頭の上で合掌です。はい、背骨をぐーっと引き上げましょう。引き上げます。吐きながらゆっくり体側に下ろしていきます。マットに左の手をついたら、はい、吸う息で、はい、頭の、あ、ごめんなさい、これやってなかったね。はい、右の手頭の上、吐きながら頭を右側に倒します。このまま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸って頭戻します。はい、左後頭部に手を置き換えて、吐きながら頭を右の膝の方に倒していきます。ズッキンズッキンと痛む緊張性型、頭痛解消に効果があるポーズ。大きく息を吸って吐きます。あと、2呼吸。1つ。ゆっくりと体を起こして、はい、手を下ろします。はい、それでは、足をほどいて長座になります。骨盤幅に足開いて背骨しっかり伸ばします。両手お尻の横、股関節から左右に動かします。そうすると足首まで動いていきます。股関節周りの筋肉を緩めます。で、動きを止めてパタパタと足裏の筋肉緩めます。はい、5本の指を開いて足裏でぐーっとしましょう。そうすると、アキレスから膝またいでる腹筋、ハムストリングストレッチです。吐いて足の甲をぐっと伸ばすと、すねの筋肉、前肩骨筋、大腿四頭筋ストレッチです。はい、もう一度ぐっとします。はい、足首ほぐします。吐きながら回します。自然に吸ってますから吐く息を意識。はい、吸ってぐっとしたら、内側から外側、内側から外側です。はい、ではブラブラと休みます。はい、じゃあパタパタと足裏ほどきましょう。はい、両手体側、息を吸って上がります。頭の上で合掌、背骨をぐーっと引き上げて指先天井を見ていくと、背骨の真上についている脊柱起立筋群、骨盤から脇の方に斜めの筋肉、広背筋という筋肉をストレッチしています。はい、両手耳の横、股関節から2つ折り、お腹がつきます。胸がつきます。おでこがつきます。足裏に手を置きます。腰周りの筋肉が伸びます。きつい方は膝を曲げて大丈夫です。バスティモーターサナ、長座前屈のポーズです。腰周りの筋肉が緩んで、腰痛解消に効果があるポーズです。また、背骨の横を通っている自律神経を刺激して、副交感神経を優位にする呼吸、ポーズです。深いリラックスが得られるポーズです。あと3つ呼吸キープしましょう。あと2呼吸、1つ。はい、両手耳の横、息を吸って上がります。背骨をぐーっと引き上げたら、息を吐きながらゆっくり体側に下ろしていきます。はい、それではね、お膝立てて起き上がります。四つん這いになって、股関節そして肩関節、背中の筋肉をほぐしてから立ち上がります。両手は肩幅、足は骨盤幅、背中まっすぐ、キャット&カウです。
息を吐きながら頭を下げて背中をぐーっと丸めていきます。さあ骨盤が後傾します。肩甲骨は外側に回転、息を吸っておへそマットにぐーっと引き寄せてお顔を上げていきます。骨盤前傾、肩甲骨内転していきます。肩周り、骨盤周りの筋肉をほぐします。吐きながら頭を下げて背中を丸めておへそを見ます。はい、吸っておへそマットに引き寄せてお顔と胸天井です。このポーズね、背中の柔軟性、背中の筋肉の柔軟性も測りますので、足の負担を減らして足をきれいにします。頭を下げます。おへそを見ます。おへそマットに引き寄せてお顔と胸天井です。なので何回やってもいいですよ。頭を下げて背中を丸めます。はい、吸ってマットに引き寄せてお顔と胸天井に向けていきます。はい、かかとを上げて息を吐きながらお尻をぶっ上げて、できる方は足裏しっかりつけます。両手でマットしっかり押して、視線は足と足の間です。アドムカシバナアサナ。膝裏が硬い方もいるので少し足踏みします。足踏みするとふくらはぎに刺激が入り、足のむくみ解消、足の疲れも取っていきます。はい、動きを止めて足裏しっかりつけたら、視線手と手の間、両手の間にトコトコと歩きます。はい、頭を下げます。両手は体の横を添えるようにして、背骨一骨一骨イメージしながらゆっくり体を起こします。ガバッと起きるとね、クラクラっとめまいする人もいるかと思うので、ゆっくりゆっくり起き上がってください。はい、それではね、ご自分のマットの一番前に立っていきます。大丈夫でしょうか。全身が見えますでしょうか。はい、マットの一番前に立ってください。はい、親指、内くるぶし、お膝を閉じます。太ももしっかり閉じます。両手、肩の横です。息を吸って肩と耳引き寄せて、ストーンと下ろして、胸しっかり開きます。ね、肩がこう内側に入っている方、胸椎3番目、4番目が曲がりますから、猫背になります。しっかりと肩を回して、肩甲骨、後ろに引き寄せます。手は楽に置きます。胸元で場所をします。握り拳1個分胸元から離していきます。そして足裏に意識を向けて、親指、小指、かかと3点でバランスを取るようにします。一度まぶたを閉じましょう。まぶたを閉じるとご自分の心と体に意識が向きやすくなります。口からいらないものを吐き出します。まぶたを開けて両手を広げて上がっていきます。頭の上で合掌です。背骨をぐーっと引き上げます。このままでも OK。 余裕がある人は胸元から少し後屈します。指先天井を見ます。ウルトバハスタラアサナ。ゆっくりと体まっすぐ戻して、息を吐きながら両手広げて前屈します。上半身2つ折り、手のひらしっかりつけて頭のてっぺんマットに向けます。立位の深い前屈、ウッダーナアサナ。息を吸って手のひらをまくり上げます。体半分を起こします。息を吐きながらマットに手をつけます。足を1本ずつ引きます。クンバカアサナです。脇を締めて肘を曲げて、マットスレスレチャトランナ。吐いて滑り出して、はい、吸って体を起こします。ウルノバムカシバナアサナ。かかとを上げます。お尻をぐーっと天井に上げます。両手でマットをしっかり押しましょう。肩関節、背骨後ろに引いていきます。まっすぐな背中を作りましょう。このまま3呼吸キープします。じゃあ視線手と手の間、両手の間に歩いて入ります。上半身2つ折り、ウッダーナアサナ。両手を広げて上がります。頭の上で合掌です。胸元から後屈です。息を吐きながら合掌の手胸元に下ろして、まぶたを閉じましょう。それでは2回目いきます。今ある息を口から吐き出します。
まぶたを開けて両手を広げて上がります。胸元から後屈です。ウルトバースターラアサナ、息を吐きながら前屈ウッタナアサナ、上半身2つ折り、吸って体半分を起こします。アルダウッタナアサナ、吐いて両手をつきます。足を1本ずつ引きます。クンバカアサナ、脇を締めて肘を曲げてマットをスレスレチャトランガ、吐いて滑り出して吸って体を起こします。フレドバムカシバナアサナ、かかとを上げてお尻をぐるっと天井です。両手でマットをしっかり押して、視線の足と足の間、アドムカシバナアサナ、3呼吸キープします。視線、手と手の間、両手の間に足運びます。一本ずつでもね、とことこ歩いても大丈夫です。上半身2つ折り、ウッタナーサナ、腰痛解消に効果があります。息を吸って体を起こします。頭の上で合掌、胸元から後屈、指先天井を見ます。息を吐きながら合掌の手、胸元に下ろします。それでは3回目いきます。今ある息を口から吐きます。息を吸いながら両手を広げて上がります。頭の上で合掌です。胸元から後屈、息を吐きながら前屈していきます。上半身2つ折り、ウッタナアサナ、吸って体半分起こします。アルダウッタナアサナ、吐いて両手ついて頭下げます。足を一歩ずつ後ろに引きます。クンバカアサナ。さあ、体幹バランスアップのポーズ一つ入れます。さあ、右の手に体重かけます。左の足が右足の上に上がって、左の手が上がります。指先天井を見ます。賢者のポーズ。このまんま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。はい、手を下ろします。クンバカアサナに戻ります。はい、反対側いきます。左の手に体重かけて、左足の上に右足、右の手が上がります。指先天井を見ましょう。このまんま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。はい、右の手下ろしてクンバカアサナに戻ります。脇を締めて肘を曲げてマットをスレスレチャトランガ、吐いて滑り出して、はい、吸って体を起こしましょう。腕とは向かうシバーナアサナ、かかとを上げてお尻をぐっと天井に上げます。両手でマットをしっかり押します。視線、足と足の間、アドムカシバナアサナ。このまま3呼吸キープしていきます。それでは右の足を高く上げてください。鼠径部ストレッチ。頭頂部からかかとまで一直線。視線、手と手の間、吐く息で振り下ろします。両手の間に右足入れます。左の親指外側に45度、骨盤真正面に向くようにします。右の膝90度、両手天井です。お顔と胸も天井です。ヴィラバドラーサナは、このまま3呼吸キープ。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。右の膝伸ばして、おへそ真横、両手肩の高さです。手のひら床、右の手の指先を見て、右の膝90度。ビラバドラーサナ2、両股関節のストレッチ、肩周りの筋強化。3呼吸キープしていきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。左の手太ももに置きます。右の手のひら天井です。頭の先にぐーっとその手を伸ばしていきます。ヴィラバドラーサナ4です。喜びの戦士のポーズ。このまま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。肘を曲げて太ももの上、左の手頭の先に伸ばします。パルシバコナーサナ。このまま3呼吸キープします。指先を、左の指先を見ていきます。
あと二呼吸、一つ吐き切ったら吸う息で一度体を戻します。両手肩の高さ、両膝をしっかり伸ばしたら息を吐きながら右の股関節から右側にぐるっとスライドして手が下ります。左の手天井に上がります。指先天井を見ましょう。両膝しっかり伸びます。トリコナアサナ三角のポーズです。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ、はい、手を下ろして両手足の横、おでことすねを引き寄せます。上半身の力を抜いていきます。一度お休みです。体に入った刺激緩めていきます。吐き切ったら吸う息で体を起こします。チャレンジポーズいきましょう。右足の10センチ前に右の手ポンと置きます。左の手カップハンズ、はい、左の足骨盤の高さ、バランス取れたら左の手腰の横、天井に手を上げて、お顔は指先を見ていきます。アルダーチャンドラーサナ半月のポーズです。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸、1つ、はい、手を下ろして足を下ろします。はい、上半身2つ折り、トリコナアサナ、息を吸って体半分起こします。お膝を曲げましょう。お尻の後ろに手を伸ばします。はい、吸って耳の横うつかたアサナ、このまんま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ、はい、吸って上がります。背骨をぐーっと引き上げて体真横に倒しましょう。左側に倒します。お顔右の肘腰天井、体側しっかり伸ばします。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ、はい、吸って背骨をぐーっと引き上げて吐きながら右側に倒します。左の肘腰天井です。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ、はい、吸って背骨をぐーっと引き上げて息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。どうでしょうか、体すっきりしてきましたでしょうか。それでは反対側いきます。胸元で合掌です。今ある息を口から吐き出します。まぶたを開けて息を吸いながら両手広げて上がります。頭の上で合掌です。はい、背骨をぐーっと引き上げましょう。胸元から後屈、指先天井を見ます。それではスターラーサナ、息を吐きながら前屈します。上半身2つ折り、ウッダーナーサナ、息を吸って体半分起こします。アルダッタナーサナ、吐いて両手をついて足は後ろに引きます。クンバカアサナ、はい、さっきは賢者のポーズを行ったのでハムストリング、大臀筋の強化を行います。それではね、10回ずつ足の上げ下げをしていきます。それではいきましょう。はい、
高く上げて、視線手と手の間、吐く息で振り下ろす。右の親指、外側に45度、体を起こします。骨盤真正面に向けます。吐きながら、左の膝90度。両手、天井です。お顔と胸も天井です。このまま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。左の膝伸ばして、おへそを横に向けて、両手、肩の高さ、手のひら床。吐いて、左の膝90度。左の手の指先を見ていきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。太ももに右の手を置いて、左の手のひら天井です。頭の先まで左の手を伸ばしていきましょう。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。肘を曲げて太ももの上、頭の先にその手を伸ばしていきます。このまま3呼吸キープ。パルシバコナーサナ。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。吸う息で体戻します。はい、両膝伸ばして、両手、肩の高さ、息を吐きながら、股関節から左側にスライド。左の手が降りて、右の手が上がります。トリコナーサナ、三角のポーズです。このまま3呼吸キープです。両膝しっかり伸ばします。あと3つ呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。はい、手を下ろして、両手足の横、おでことすねを引き寄せて、少しお休みします。このまま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、骨盤の高さまで体を起こします。はい、左足の10センチ前、左の手のひらポンとつきます。右の親指、外側5本の指を立てます。はい、左の足を上げます。骨盤の高さまで。バランスが取れたら右の手、腰の横。バランス取れたら天井に開けてお顔をつけて、アウダーチャンダラーサナ、半月のポーズです。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。はい、手を下ろして、足を下ろして、さあ上半身2つ折り、上半身の力だらんと抜きます。息を吸って体半分起こします。吐いてお膝曲げて、お尻の後ろに手を伸ばして、吸って耳の横、打つ方、浅田。このまま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、吸って背骨をぐーっと引き上げます。吐きながら左側、右の肘越し天井、右の体側しっかり伸ばします。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、背骨をぐーっと引き上げて、吐きながら右側に体を倒して、左の肘越し天井です。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、吸って背骨をぐーっと引き上げたら、おへそから左側にねじって、両手、肩の高さ、手のひら床、左の手の指先を見ます。ウエストにねじりが入ってデトックス効果があります。あと2呼吸。1つ。はい、吸って真ん中、背骨をぐっと引き上げて、吐きながらさ右側を見ていきます。右斜め後ろ、両手、肩の高さ、手のひら床、右の手の指先を見ます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。はい、吸って真ん中、はい、背骨をぐっと引き上げたら、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。胸元で合掌、もう一度いきます。吸ってぐーっと引き上げて、息を吐きながらゆっくり体側に下ろして、胸元で合掌します。ヨガを行った後のご自分の心と体の変化を感じていきましょう。体側に手を下ろして、まぶた開けます。どうでしょうか。体が軽くなって、あったかくなっているんではないでしょうか。体を動かすとね、心もすっきり軽くなるという効果があります。はい、お忙しい方はここまで。まだお時間ある方は
足の、ね、筋肉、あの骨盤周りの筋肉を鍛えていきます。はい、それでは仰向けになります。足は骨盤幅に開きます。お尻の横に手を置いて息を吐きながら両膝右側にパターンと倒しましょう。左の膝浮いてて大丈夫です。はい、吸って真ん中、吐いて左側に倒します。はい、吸って真ん中、吐いて右側。はい、吸って真ん中、吐いて左に倒します。はい、吸って真ん中に戻します。吸って真ん中に戻したら両足を閉じます。かかと少しお尻の方に引き寄せて親指かかと膝閉じます。内転筋をしっかり使います。そして骨盤テーピングの筋強化にもなります。内転筋を使うことで、ね、足細くきれいになりますよ。お尻の横に手を置きます。息を吸ってぐーっと引き上げましょう。この時太ももをしっかり締めます。何かタオルとかね、本でもいいので膝に挟むといいですね。内転筋、内太もも効いてますでしょうか。膝絶対離さない。息を吐きながらゆっくりと背骨一骨一骨下ろします。もう一度いきます。息を吸ってぐーっと引き上げます。吐いて下ろしていきます。10回いきます。あと8回いきましょう。はい、3回目、息を吸ってぐーっと引き上げます。吐いて下ろします。はい、4回目、吸ってあげて、吐いて、下ろします。はい、5回目、吸ってあげて、吐いて、下ろします。はい、6回目、吸ってあげて、吐いて、下ろします。はい、7回目、吸ってあげて、吐いて、下ろします。8回目、吸ってあげて、吐いて、下ろします。太ももしっかり使ってください。はい、ラスト2です。はい、ぐーっと引き上げます。骨盤底筋をこの時鍛えますから、尿漏れ防止にも効果があります。息を吐きながらゆっくり下ろします。はい、ラストになります。息を吸ってぐーっと引き上げたら、お尻をキュッと締めて、太もも、膝締めて10秒キープします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、背骨ゆっくり下ろしていきます。両膝、胸元に抱えて、お腹と太ももぎゅーっと引き寄せます。はい、足天井に90度です。足天井に90度にしたら、お尻の横に手を置きます。何をするかというと、内転筋と外側広筋を強化します。はい、クロスしていきます。簡単ですね。で締めるときにぎゅっと締めると内転筋により力が入ります。股関節周りの股関節の柔軟性もアップします。それではいきましょう。30回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。一度膝を抱えてお休みします。腰回り緩めます。はい、それでは股関節90度、膝関節90度、両手膝の上に置きます。膝は固定、膝下の筋肉、前頸骨筋、腓腹筋使います。じゃあ今のように、車のワイパーのように交差上下入れ替えていきます。それでは30回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。お膝を抱えていきます。お休みです。はい、足天井に90度です。はい、それではね、バイクをこぎます。30秒だけ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。お膝を抱えてお腹と太ももをぐっと引き寄せます。はい、足天井に90度です。はい、今度は
マットすれすれまで片方ずつ足を下ろして、吸って片方上げた時に反対側を下ろします。この時に指先天井に向けてポアントにして、膝裏をしっかり伸ばして行っていきましょう。30回いきます。はじめ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、お膝抱えます。お腹と太もも引き寄せましょう。はい、足天井に90度、両手も天井に90度。はい、ブラブラと譲って、手先、指先に溜まった老廃物を心臓に押し流します。はい、じゃあ動きを止めて、足ゆっくりマット幅に下ろします。両手、手のひら、天井、脇軽く開けます。少しゆらゆらゆらと少し動かしてあげます。動きを止めてシャバーサナーに入ります。まぶたも閉じます。足首、すね、ふくらはぎ、太もも、ハムストリング、力を抜いていきます。お尻のほっぺ柔らかくします。背骨一骨一骨マットに重く沈みます。手首、肘、腕、肩周り、力を抜きます。お腹の力も抜きます。胸の力も抜きます。首周りの筋肉、腕上筋も緩めます。吐く息で背骨、一骨一骨緩めていきましょう。マットにペタンとつけていきます。頭もマットに重く沈めます。奥歯の噛み締めほどきます。目の力も抜きます。眉間のシワもほどきましょう。穏やかな表情を作っていきます。最後のポーズ、シャバーサナ。ゆったり呼吸を繰り返していきましょう。
では少しずつ覚醒していきましょう。足を左右にブラブラと揺すります。その動きを止めて両手グッパグッパグッパ、お顔左右にゴロンゴロンと揺らします。その動きも止めて頭の上で両手を振ります。肩を広くして息吸って伸びます。伸びて伸びて伸びて、吐いてゆっくり体側に下ろしましょう。足も閉じて、もう一度頭の上で両手を組んで、まっすぐな体になってます。縦のひら返して手と足いっぺんに伸びます。伸びて伸びて伸びて、吐いてゆっくり体側に手を下ろしていきます。さあもう一度お膝の上、手のひら天井、親指人差し指輪っかを作ります。最後の呼吸調整、そして瞑想を行っていきます。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いて、おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。ご自分のリズムでゆったり呼吸を繰り返していきます。まぶたを閉じて1分間だけ瞑想していきましょう。ヨガを行った後のご自分の心と体の変化を感じていきます。体がほぐれると心もほぐれ、穏やかで前向きになっているのを感じましょう。ジブドラほどいて胸元で合掌、まだまぶたは閉じたまま。最後に深呼吸、ご一緒に3回繰り返します。鼻から大きく息を吸って、口からいらないものを吐き出します。大きく息を吸って、愛、夢、希望、喜び、幸せ、成功、全部体に取り込みます。怒り、悲しみ、苦しみ、妬み、口から吐き出します。大きく息を吸って、嫌なこと、辛いこと、全部口から吐き出します。吸う息でゆっくりとまぶたを開けます。皆様と共にヨガのレッスンできたことに感謝しています。ありがとうございました。さあそれでは今日のレッスンはこれで終わります。ありがとうございました。